いや、新年も明けだしな、ちょっと久しぶりにちょっといいお寿司屋さんでも行こうかな。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ、どうぞ座ってください。いらっしゃいませ。美味しいお寿司を届けようという気持ちから全体的に点数が高くなる。一人の職人がいらっしゃいませと言うと他の職人もいらっしゃいませというブックオフ効果が発動する。いらっしゃいませ登録88。どうする？じゃあちょっと居酒屋でも行く？そうしようか。うん、そうしよう、オッケー。よいしょ。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。あ、2名です。そしたら個室になりますね。はい、全席禁煙ですので、こちらどうぞ。基本的に席までの誘導が早い。次々に注文やお客さんが来るため、一人一人に気持ちを込めている暇はない。いらっしゃいませ、登録54。いやー、お祭り久しぶりだな。はい、いらっしゃいませ。射的やってますよ、どうぞ。あ、射的あんじゃん。はい、お兄ちゃん、ほら、射的やってこ。あ、いや、ちょっとまあ、大丈夫です。はい、すいません。やってこ、やってこ、景品、豪華景品、任天堂スイッチ、豪華景品。そう、景品すごいな。でも、大体こういうとこ取れないからな。はい、ほら、やってこ。はい、やってこ。はい。お兄さん、すいません。大丈夫です。すいません。ありがとうございます。なんでも損するよ、お兄ちゃん、もう。お客さんと目が合うとすぐに声をかける。利益を出すのが目的のため、基本的に気持ちはこもっていない。いらっしゃいませ、登録72。あ、やべ、ガソリンがないな。ちょっとガソリンスタンド行くか。よいしょ、オッケー。はい、いらっしゃいませ。はい、1台入りまーす。はい、行きますよー。はい、オーライ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 。はい、どうぞー。いらっしゃいませの後にすぐにオーライをかます2コンボで攻めてくる。最近のガソリンスタンドはセルフのため気持ちはあまり込められていないが、洗車の場合はかなり気持ちは高得点になる。いらっしゃいませ、登録81。よし。はい、もうお兄ちゃんどんどん買ってていらっしゃいませ。うちのケバブ世界一。お、ケバブ屋さんじゃん。はい、うちのケバブ世界一。お兄ちゃんどう、買ってこ、買ってこ。いや、ちょっと大丈夫ですかね。どうする、うちのケバブとても安いよね。ボリューミーもあるよね。すごいよ、トッピング今サービスしちゃう。そうっすか。じゃあちょっと、じゃあまあ一つだけじゃあください。はい、はい、ありがとうございます。もうお兄ちゃん優しいからトッピングサービスしちゃうよ。